これはもうおなじみの曲が流れてまいりました。筋肉マン？筋肉マン、ゴーファイト！お願いします、はい、というのは、なおちゃんの得意技、小豚ツイストという。ああ、別に得意でもなんでもない。小豚ツイストというのはなんか、あんまり聞きそうにないようなもんですけどもね。はい。はい。この方でございますが、筋肉マンゴーファイトお願いいたします。ねえ、プロレスリングのはですね、5日、人気漫画家、ゆで卵の中井よしのりさんの長男、中井光義さんというんでしょうかね、はい、光に義と書きます、はいはい、あのご長男の方、うん、25歳の入団を発表しました。入団、はい、うん、いやプロレスに入りましたということです。あ、筋肉マンの原作者の方の息子さんが、はい、プロレスをやると、はいはい、いうことか。入ったんです、はい、中井選手は埼玉襲名、栄光高校1年の時にボクシングのミドル級で県大会優勝、高校卒業後は総合格闘家として活躍してきましたが、プロレスリングのノアね、うん、このいわゆるその直道さん、あの丸藤さん、はい、はい、あの直道副社長の誘いもありこの度プロレス入りを決めました。で彼が言うにはプロレスラーは親父の夢だったんでとにかく喜んでくれている、一日も早く皆さんの前で戦えるよう練習しますと決意を話した。もともとこの格闘技好きな人ですから勘はいいんだと思いますよ。そうでしょうね、うん、あの技の違いだけはちょっと勉強したらすぐなんかいけそうな気しますよ、うん、ね、ね、ファイターですからねもともとがね、はい、ということで、ところで筋肉マンの人気が全盛の1984年新日本プロレスに筋肉マンが登場するプランがあったんですが、テレビ局同士の、権利関係で破談となり、予定されていた筋肉マンはストロングマシンとして登場したという逸話がありました。詳しいですね。それは筋肉マン放映してるのと、はい、ところはいいでしょうけれども、はい、そこばっかりやるかどうかもわからない。ひょっとしたらあのそこばっかりじゃなくて、あの違う系列だったかもわからない、ね、うんうん、筋肉マンとはね、うんうんうん、はい、そういうことになりました。ということで、はい、当時に比べプロレス人気は衰退してしまいましたが、親子2代の夢でプロレス人気を復活させてほしいです。そして中井が実績を積んだら今度は本当に筋肉マンとしてリングに上がる日が来るかもわかりませんよということ、はい、ね、筋肉マンとして出るわけではないですね、だからね、うんうん、まだこれからどうなるか分かりませんが、はい、まあ、系列の問題もやっぱり今でもあると思いますよ、うんうん、どこでの僕は詳しくないんで、ノアがどの系列で例えば放送するんだという時に、はい、その利権を持っている筋肉マンの利権を持っている局とどうなんかということはちょっと僕は分かりません。いろいろこうね、まあ、契約上いろいろあるかな、うん、小塚サリーちゃんからもやっぱりそういうようなお便り、はい、ね、ノアでデビューですよ、ゆで卵の長男がということで、こういうとこからすると僕もね気になったんですよ。何ですか、ね、例えばキャプテン翼の息子は、はい、うん、あのサッカー界どっかに入ってるんやないやろうか。足立満の息子も野球界にどっか入ってるんじゃないだろうかとか、はい、あらまあ、娘はほんなら新体操、新体操みなみちゃんは、ね、そういうことですか、はあ、そうすると、うん、中塚不二夫の息子はバカタ大学入らないそれやったとしたらそれあの有名漫画家さんの子供たちの権利問題に関わってきますから、はい、やめてくださいよ。ところが小高さん、はい、調べてみたら面白い。今冗談で言いましたキャプテン翼の作者、はい、高橋陽一さん、ええ、お子さんは何をしているのか調べましたが、うん、情報はちょっと見つかりませんでした、はい、いるかどうかも分かりませんでしたが、が奥さんは声優の日比野あかりさんで翼の声をやってる人です。ある意味職場結婚みたいな、そういうことです、はい、あのキャプテン翼の作者はキャプテン翼と結婚しましたキャプテン翼と、はい、ということが分かったぞというオチまでつきましたよいしょ